んかね、めっちゃ編集したいのがあるのに、文字ね、編集したいのあるのに編集させてくれないの。これだったらさ、まだ全部一から打つしかないって考えたら、本当にちょっとガチでどうしようって感じです。私は全然編集させてくれない。パンフレットの話ね。あー、本当にもう締め切り、まあ締め切りまではいけるけど、締め切りまでは出せるけど、でも最悪の場合はもう全部うわー、パンフレットー、いやー、配信して一回もコメント読んでなかった、ごめんなさい。パンフレットなんで編集させてくれないの。もうどうしよう、これってもう一回打つしかないの。結構めんどいよこれは。ごめんなさいマネージャーさん、もうちょっと待ってください。本当にごめんなさい。うん、これからサギ配信です今。なんでできないの。さっきからずっとできなくて、まあでもこれくらいめっちゃ独り言いや、これからそれとこれが
削除しなくてもいいもの削除しちゃったわ。いや、ドライブ、ドライブ中じゃね、え、うん、これ何、これじゃね、パンフレット卒業イベント、ここに保存、アップロード、以後の舞台は、4月の舞台は、4月の舞台結構スケジュール取られそうで、4月の舞台多分めっちゃ大変だと思う。今の自分、え、今の自分大丈夫かな、今の自分ちょっと他に進みたいものがあるから。それこそね、今回前も言ったけど、今回の舞台終わったら一旦落ち着きます。一旦舞台入れるよってつもりがないです、今は。うん、何の舞台でもちょっと一旦落ち着きます。パンフレットデータ一応完成して、今アップロードして、残りでも明日確定申告終わりそうで頑張った。でも確定申告の仕組みやっとちょっと分かりました。私の考え方はずっと、まあ出せば、数字出せば、ちゃんと入力しなくても数字出せば違法じゃない、違法は、法律違反は一番怖いからと思ってたけど、自分甘かった、もうちょっと頑張れば。舞台チケット売り切れですか。いや、まだ完売してるじゃない、多分。お、はじめまして。確定申告は e-tax で使ってる。いや、今は弥生でやって、で最後は e-tax でやります。うわー、いろいろ頑張ってるね、頑張ってるで。明日終わりそう、明日、あとちょっとで終わると思いますが、実際多分まだそんなに簡単なものじゃないと思います。多分まだまだあると思います。まだまだあるはずです。もう頑張りました、今日一日、あとちょっとで明日でもね。なんかやっとみんなこんなに頑張ってる、なんか還付金のためだけじゃなくて、あれを今年っていうか来年のあれね、なんかあるじゃない。なんかそのためにみんな頑張ってる、なるほどねーってなって、なるほどにえ、なんかすごい
自分もちゃんと頑張らないと、ガチでやばいよ自分、あれってわからない、住民税のために、いやー明日に絶対に終わりそう、ね、終わらないと寝ません、もう配信もしません、もう明日はもう絶対に出したいんです、ちゃんとご飯食べた今私のお腹からビヨーンって音聞こえたから、いやでもね、あのね、チーズタルトね、残り5分の2くらいしかないの、やばいよ、 1.7 キロなのに、本当はもう全部もう、え、私本気出せば多分一気に半分以上食べれるなの、本当は本気出せば、一応自制しがあるからまだ聞こえた聞こえて、うん、自制しあるからなんとかなったけど、自制しなかったら一気に半分以上食べれると思う自分、こんばんは、本気、そう本気出せばやばいよ、本当に自分も怖い、こんな自分が怖い、こんなって消えチーズタルト一気に食うの口悪い、うん、本当に怖い、でもあの普通に太るなのに、もう太るよなのに、こんな食べてるのがいいのって、お腹出ちゃうよ、本当に出てるよ今、マチャちゃん、マチャちゃん、え、マチャちゃんかわいい、マチャちゃん、弟のさ、昨日のさ、作業と AKB48 の活動を振り返ってみて、勉強の姿めっちゃいいです、ありがとうございます、そんな本当に昨日ね、なんかね、なんか付き合ってもらいました、本当に、そうですね、所得税で確定申告すると、今日1年の住民税決まる、そうなの、それ知らなかった、本当に今までちゃんとしてなかった自分バカだった、ひゃん、パンダマルさんからめっちゃ可愛い、ありがとうございます、ありがとうございます、ひゃん、優しい、だから今年、いや、もうちょっと粘って頑張って、うん、もうちょっと頑張って入力して、でもね本当にもう、え、作業配信してもいいですか、ちょっと作業配信もうちょっと粘りますわ、昨日作業配信流しながら、おお、うちわのデザイン考えた、可愛いの作れるように頑張りますよ、あと13日くらい待ってるね、まちゃちゃんで呼び方可愛いね、そう、まちゃちゃんとそんなに呼ばれたこと、まあ俺のルーンくらいしかないかな、まちゃちゃん、まちゃちゃん、たまにしか呼ばれないかも、マジャちゃんって、いやー嬉しい、マジャちゃん呼んでください、いやもうちょっと頑張るね、ね、こっちが、もうちょっと頑張る、検索して、
でも持ってないか。粘って数歯の
ちゃめちゃ作業配信してる。
キャ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 、キャ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 、うん、どこから間違えたんだろう。キャ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 、うん、どこからだ。なるほど。うわー、それと、なるほど。
ハメが遅すぎ、イライラする。
髪の毛ボサボサやん。どうしよう、今日はここまでにしよっかなって。集中してた。今日はここまでにしよっかな。マジで元気。うん、めっちゃ元気だよ。明日終わったらもっと元気。終われるなら、明日終われるならもっと元気です。まあ一旦ここの辺に。今日チーズタルト以外ちゃんと食べて、うん、今日はサーモンとサラダも食べました。あれもよ、ヨーグルトも。本当に今日本当にチーズタルト、あのね、自分も怖いなと思って、本当にあのね、切って食べるじゃなくてもうそのままフォークでって感じだな。本当に怖い。解明したのですが、そうです、読み方は同じですけど漢字変えました。ぜひ新しい漢字のマチャリンを覚えていただけたらと思います。はい、漢字のね、あ、待って、今日インスタグラム更新してないんですけど、今日はあれ X 更新しました。コメントお待ちしております。たくさんのコメントお待ちしております。皆さん、昨日もね、あれよ、投稿宣材写真、そう、なんかね、1年4ヶ月前の自分、1年4ヶ月前の自分と今回の、もうちょっと明るくする、1年4ヶ月前の自分と今の自分、結構変わったよね。なんか、うん、どう、今の宣材写真、前の、今の、なんか変わったよね、本当に。まあそもそも前の宣材写真のまつげちゃんとやってなかったから、ちょっとまつげが寂しすぎるのもそうだけど、なんかね、今回なんか最初宣材写真撮り直したいって言った時に結構反対されたのね。どっちもいいと思います。おお、潜在潜、私潜在で言った、あ、潜在、いや、潜在写真、潜在写真、チーズタルト公開、やば食べ方ね、そうなの、本当に切ってゆっくり一口一口食べてるのかって、もうそのままいっちゃいました。業界長い方のお言葉、僕も心に響きました。そうなの、それはね、インスタグラムの方に書きました。うん、なんかすごい方にすごい言葉言われました。芸能界は自分の見せ方分かる人と自分で決められる人が生き残るって言われて、はってなって、メモしてもいいですかってメモしました。うん、本当に、あ、そっかって思いました。何年か分かんないんですけど、裏側の方で表の知り合いが、あの共演者しかほとんどいないんですけど、裏側の
方に、何年間だろう、わかんない、長年業界にいらっしゃった方で、そう、自己プロデュースが大事だしね、自分の見せ方わかる人と自分で決められる人が生き残るね。えそれはね、すごい自分、あ、そっか、自分の見せ方まだ自分ちゃんと分かってないなあのと、自分で決められる、自分で決められる時と迷っちゃう時やっぱりあるので、なんか、あ、まだまだだなってっていうね、自分まだまだだなって感じた。なんかね、最近そうだね、アドバイスくださる方が増えてて、それこそ前もね、あれしたんですけど、投稿したんですけど、30分間ファンの方、自分のこと知らない方と名前で喋るなら何かを語ってくださいって言われたら何を語りますかって聞かれた時に答えたなかったんです。パンダ丸さんからめっちゃ可愛い、ありがとうございます、いつもありがとうございます。とか、自分の強みだったりできることだったり、そういうのをね、ちゃんと考えて作って発信しないと、悔しかった話ね。そう、悔しかった、なんか悔しかったのは自分に対して、なんかその誰かに比べて悔しかったじゃなくて、なんか分かりますこの気持ち。8年間活動してきたのに、これだっていう強み持ってない自分、悔しかった。でもこれから一個、お、これできたら面白いじゃないって思ったことがあります、正直。これ、あれできたらまだ違うこと、面白い化学反応起きるんじゃないって思うものがあります。でも簡単じゃないけど、簡単じゃないけど割と面白いかもしれない、できたらね、これから。でも本当にありがたいことに、卒業を決めてから何度も言ってる、とか毎日、あ、卒業毎日同じ、私は同じこと聞いてるかもしれないけど、卒業決めてから周りに自分が想像できないくらい本当に応援してくださってる方がすごい増えてて、その厚木じゃない、なんだろう、その周りだから、今正直、まあ、インスタのストーリーも書いたんですけど、本当はさまよう時期になると思うんです。卒業後全然自分の未来明るいんだって、本当に1年前自分何してたんだろう、落語終わってまあそれもそうだし、2年前とか言ったらさ、自分の友達ね、まだね、メイドなんかも出てないくらい、舞台とかも出てないから知り合いあまりいなかったんですけど、知り合いはもうメンバーしかいなかった2年前とか。今思えばすごいね、最近結構怒涛だったから、やりたいっ
ていうかやらなければいけない課題がめちゃめちゃ出てきて、本当にこの業界にで頑張りたいならこれくらいの強みを作らないと、これくらいのことをやらないととか、そういうのがめちゃめちゃ出てきたから、うん、暇じゃない、もうやることいっぱい、いっぱい、本当に。舞台やってから人脈増えたのね。うん、友達がちょっと増えましたけど、人脈が、友達がちょっと増えました。グループ以外の友達がちょっと増えました。これからマチャちゃんっていいいいよいいよ、マチャちゃんかわいい。なんだろう、友達が数人できたけど、今連絡とサリちゃん、あのあれイベントも出てくれるサリちゃんとウキさん、ウキさんはずっと連絡取ってる。ふーさんからいいね、ありがとうございます、ありがとうございます。のと卒業公演では、あの愛ちゃん、愛菜ちゃん、あのタンパク質の回ね、タンパク質の回も2回後半したし、のんちゃん、あのそれも待ち時で知り合った子、元ラストアイドルのんちゃんと、まゆみちゃん、猫バスあ、すいません、まゆみちゃんも見に来てくれたの。でも翌日早いから歓迎者挨拶できなかったくらいかな。他に最近連絡取った人、たまーに取った人プラス2人かな。うん、きこちゃんとゆきちゃんくらいかな。以外はアカネも卒業後見に来てくれたわ。あのアカネはちょっと別枠だった、自分の中でごめん、ちょっと別枠だった。この前ね、舞台も誘ってくれたけどスケジュール合わなかった。もうちょっとね、ちょいね、時間じゃなかったらいけたって感じです。全然、うん、全然よ。友達が増えてからフッカルになった気がする。私フッカル？シンガポールは知り合い多い。ね、元メンバー同士多分4人くらいいるけど、以外の知り合いは多分いない。ちゃんと見てない、正直申し訳ない。バタバタすぎてちゃんと見てない。正直舞台の内容もちゃんと見てないけど、舞台のお稽古期間も長いし、結構なんかね、前撮影一生合わせしてから撮影したのね。一生合わせの時もめっちゃ細かくしてね、なんだ、ビューとかもしてもらって、もうめっちゃ細かいところ修正とかしていただいて、1週間後撮影、超細かい向き方、表情一個一個変更、はい、一個一個撮って、一個一個の表情、一個一個一個、そんなやったことない。こんなね、しかもね、聞いて、一人の撮影なのにスタッフさんね、目の前のね、撮影中のね、目の前のスタッフさん多分15、16人いた。初めてかな、こんな、しかも超細かい、
もうちょっと左、もうちょっと上、視線もうちょっと下、違う、もうちょっとこの、もうちょっと上、なんかもうちょっとこう、本当に細かいし、一人の撮影に対して、ちょっと待ってね、写真の撮影はないけど動画の撮影ちょっと考えてみます。でも動画の撮影だったら一人じゃないじゃん。動画の一人の撮影で目の前15、16、17人のスタッフさんがいることがそこまでは多分ない。そんなに、最近ファンクラブのグループをずっと確定申告の話してて、学生の私には難しくてついていけてません。いや大丈夫、私も社会人8、9年目だけどついていけない。私もちゃんと理解してないです。はい、全然、全然そうなの。なんか今度の舞台すっごい緊張してる、めっちゃ緊張してるのね。演出家もすっごい方です。今回の舞台はの出演は演出家聞いて出たいと思いました。すっごい方で、いつかはその方の作品出たいと思ったけど、今となってちょっと怖いな。さすがに本当に有名なすごい方だからご一緒できるのはすっごい嬉しいですけど、それこそね、名前聞いて出演したいと思ったくらい。でもさ、やっぱ緊張しますね。すごい演出家だ。からね、頑張らないと。本当に怖い、本当にちょっと、あの、いや、怖い方じゃないと思うんですけど、ただちょっとあの緊張する。今度の舞台とは5月ゴールデンの舞台。そうです、そうです、そうです。ぜひぜひ遊びに来てください。私はそうだね、 SNS にはまだ行ってないけど配信では行ってる。今回の舞台終わったら一旦舞台休み。でも私も今回半年ぶりの舞台なのね、思えば。マジ時終わってから初舞台。でも最近怒涛すぎて全然舞台なくても全然暇じゃないじゃなかったけど、だからこれから1ヶ月半くらいのスケジュール取られるのって、しかも正直ちょっとこれ逆にこれから忙しくなる、とあること、忙しくなる時期なんだけどっていうのもある、うん、そうなの。待ち時から半年ぶりなの。そう、早いよね。でもそうじゃない、11月中旬までで5月中旬まで。ああ本当に、あとちょっとで5月、いやまだ3月か、あ、まだ2ヶ月後。いやでもね、お稽古期間ちょっと本当に長いし、ちょい長いのとスケジュールちょっと厳しい方らしいです。だって撮影はもう衣装合わせの時超細かかった。あんな細かい衣装チェック、もう目の前のスタッフさんたちもバーってくる、まずあまりないし、衣装チェックもそうだし、撮影も本当に細かい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 細かく。5月6日舞台当たったよ、ありがとうございます。あれが先行、もうこれね、ぜひぜひまだチケットゲットできると思いますので、ぜひぜひまた来てください。まだチケット宣伝します。
そう、半年ぶりでも本当にしばらく何も出る予定ないので、5月の舞台終わったら一旦でもね、なんかねステージにいて、それこそそのあれよ、まだ全然別の話になっちゃってごめんなさい。この芸能界は自分の見せ方分かる人と自分で決められる人が生き残るっておっしゃった方が言ったのは、ステージに出続けることは大事って言ってくださったのね。でも舞台関連の方じゃない、どっちかというとテレビ関係関連の方、メディア、映像ムービーの方の方ですけど、ステージに出続けることが大事っておっしゃってたけど、今自分割と思うと他のこと、それこそパミのこといろいろ集中したいのも事実だから、なんかねイベントも、まあ、3月以降まだ、まあまあ、もちろんやりますけど予定は一応まだない。クリエイターとしても頑張りたいの、でもあのそれは一番の理由じゃない、一番の理由はそれじゃない。もちろんそれもパミの子供と集中したい気持ちはもちろんあります。それも一つの理由だけど一番じゃない、一番じゃないけど、なんだろうな、ステージに出続けることは大事。特にね自分ステージに行ってるのがスタート時点じゃない、その例えば女優さんだったり芸人さん、ね、なんだろう、モテ、まあ女優さんとかテレビ出てるタレントさんとか、その映像系からじゃないじゃん、自分ステージから。だから月もステージに立つ私の方が好きって言ってる方もね多いかもしれないんですけど、ちょっとね本当にちょっと時間欲しい今。いろんなところで頑張りたい、頑張ってみたい、考えたい、自分の時間もちょっと欲しいかもしれない今年は。だから今年の舞台は、まあ、結局どうなるか下半期は分からない。でも舞台の出演って基本結構前決まってたりしたのね。それこそこのお話いただいたのは11月下旬の気がする、それくらいで、出演は5月、だからお話いただいてから出演まで半年とかで考えたら、私今しばらく出る予定がないって言ったら、今年これだけの可能性はゼロじゃない。もちろん結局去年みたい、去年はいやー出る予定ないんだよねって言ったら下半期3本入ったのも可能性はゼロではないけど、今の自分の気持ちね、あ去年はね物理的に自分オファーいただいてなかったからそう言ったのね。今年は一応自分断る可能性はなくはないっていうことでもうあるので、急なお話来てもやっぱ今の自分は他のこと集中したいなとかそういうのはあるかもしれない。でもね今ね思えばね、今ちょうど本当にたまたまですけど、まあ舞台ちょっとお休みしようと思って、でも今もう一個舞台じゃないねあなんかね両立はできなくはないけど、私はそっちに集中できる期間になるな、舞台出てなかったら。舞台出なくかったらそうだね、そっちに。なんか舞台のスケジュールって1ヶ月間くらい取られるのと、毎日お稽古
まあほとんど毎日かもしれないですけど、そのなんだろう、説明難しいけど、なんかたまにね、前日まで休みあるかとかわからない。たまにてかほとんどか、明日ちゃんと時間出てくるとか、2日前ちゃんと時間出てくる、本当にギリギリだから、他の舞台出てたらその期間他のお仕事入れることは難しい。そんなギリギリなんだ。うん、だからたまに前日の夜中に、え、明日オフなの、うわ明日早いなとか、そういうのは全然ある。うん、なんかオフがあっても、まあ一応ね、私ねパミとか、まあ、YouTube だったり SNS だったり、そのオフでもやることいっぱいあるけど、でもそれって案件入れることはできなくなっちゃう。事前にオフ出さないといけない。オフ出したら相談できるんですけど、基本締め切りまでは。でもそうじゃなかったら、そうだね、そう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 、稽古の進み具合でスケジュール変わってくるので、だからギリギリなの。うん、まあそれはもう現場によりますけど、ほとんどこんな感じで。あ、落語も一応今のところ何もないけど、でも一つ言えるのは、お芝居しばら舞台しばらくお休みって言ってるけど、けどもしもの話よ、もしも万回失礼なもしも落語はって聞かれたら、私はもう入っていいしか言わない。うん、落語、そうだね、言われたら出ます。でもそれも理由があって、さっき言ったその舞台のお稽古って、あの期間全部取られちゃうんです。でも落語の稽古は基本オンラインです。全然、しかも1回のあれ、お稽古って1時間半くらいかな。場所も自由ですし、オンラインだから、まあセリフ覚えるのがめちゃめちゃ大変だけど、でも人と合わせることは、まあ2人落語くらい、じゃあ2人のスケジュール合わせるだけで、と演出家ね、演出家とか脚本家ね、とスタッフさんくらい。でも舞台だと本当にいろんな方の、しかもあの期間もう毎日お稽古場とか借りてるから、毎日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 やってるって感じだから、まあボリューム的には、ボリュームと精神状態的には精神状態、ボリュームと精神状態的にはそんなに変わらないかもしれないですけど、お稽古の期間と自由度は全然違います。それは全然違います。そうだね、だから落語は落語でって、例えば本当にお仕事入ったら、お稽古の時間変えるっていうか、その合わせてくれる、合わせ、うん、作れる、オンラインだから1時間だから。だからそういう面では、まあ確かにボリュームと精神状態はそんなに変わらないかもしれないけど、精神状態楽語の方がかっこかっこかっこ、これから自分もっといろんなことやりたいので、スケジュールは、お芝居
伊賀のところにも使いたいって考えたら、そうだね、のとシンプルに落語出て人生変わったので、あの落語を断る権利がありまへん自分の中では、自分の中ではね。でもね、でもよ、でもみんな落ち着いて、一つだけ落語のお話いただいてないんです今のところは。それだけもう、はい、はい、以上です。だからその匂わせじゃなくて、あのやっぱ水的に今年も来年も出ない可能性は全然あります。 お話いただいたら喜んで出ますけど、でも話いただいてない、あはい大丈夫です。そうだね、そうだね、そうだね、どれくらい忙しくても、私どれくらい他のことに集中したくても落語はって聞かれたら、私は笑顔ではいって言うつもりです。はいかイエス、よしかそうです。でも、物理的に何も言われてないからね、ちょっと仕方ない。そんな今来ましたが、無言作業配信ではないもんよいやだからそのなんだろうね、ステージに出続けることは大事だよって言われた自分も思うけど、ちょっとね、でもね、でもよ、舞台は一旦少しの間お休み期間入りたい気持ちはあるけど、でもゼロじゃないし、もしかしたら下半期もしね、素敵な話とか素敵な機会あったら全然頑張りたいですし、うん、のと、なんかやっぱなんだろう、いろいろ冒険したいかも。それこそ AKB に行った時私卒業したかそろそろ自覚してってまだそんなに感覚、まだね、そんなに卒業したっていう感覚はそんなにないの。はそう、過去形でね、そう、在籍した時、在籍 AKB48 に在籍した時、なんだろう、な、安心しちゃうだね。なんだろう、舞台で出た、去年すごい舞台で出たんですけど、それもそうだし、なんか毎日もお稽古稽古稽古って毎日やることいっぱいあるから、うん、安心しちゃう、冒険しなくなっちゃう。それこそさ、あのね、安心しちゃうって言ったらさ、めっちゃ前の話に戻っちゃうけど、昔毎日アイドルやってたのね、ショールーム毎日配信してて、なんか冒険とかの話じゃないけど、安心しちゃってた、安心してた、毎日配信して、あずき見に来てくれて、うん、毎日ね、なんだろう、進んでると思ってた感じがしたけど、実際、まあ、進んでないわけではないけど、進んでるって、うん、なんかね、配信、なんだろう、自分結構配信が好きなの。最初はめっちゃ苦手だった、まあ、日本語も分からなかったし、何喋るか分かんないけど、まあ、普通に好きだから配信してるけど、だからこそ安心しちゃうかな。なんかお仕事
と通して配信してる人もいるかもしれないんですけど、私は楽しんでやってるから、うん、でもだからこそ安心しちゃう。そう、居場所があるのね。配信したらあずき見に来てくれる、コメントもらえる、私はね、あずき支えてもらってる、私は大丈夫って思っちゃってて、あ、思っちゃってる自分もいたので、それに気づいて、どうしようかなって、配信はするけど毎日はのと、シンプルにあの時本当に月1回2回くらいもう配信できなくなっちゃったという夢見ちゃう。毎日、当時も毎日チケットなかったし、あの今はね割とその現場で、え、ちょっと配信してもいいですか、いいよってすぐ許可もらってて、とその時代はね、私やってた時代そんなにみんな毎日やってたわけじゃなかったから、ちょっと本当にちょっと時間間に合わないですけど配信してもいいですか、ダメ、家に帰ってから配信してくださいみたいなのもあった。当時そんなに厳しい、あの優しい環境じゃなかったのもあって、だからそういうこともあったので、例えば一日本当にスケジュール読めない時間、お仕事の日、朝早く起きて配信してからお仕事行くとか、そういうのもあったので、のと、あの12時ぴったり切られるじゃん、まあそれも私3週間前も同じだけど3週間前も同じだけどとか、毎日チケットもなかったんで、なんしかも自分一回寝坊しすぎちゃって、一回本当に配信できなくなっちゃったっていう悪夢を見たので、ちょっとその毎日っていう言葉ちょっと捉えちゃってて、例えば本当に疲れてそのまま早くお風呂に入りたい、早く寝たい日でも、ダメだ、アイドル毎日アイドルやらないとって思って、という、なんだろう、楽しんでやってる、基本毎日楽しんでやってたんですけど、そのそういう早くお風呂に入りたい日とかはなんか責任感というか、その責任感じゃない、あの義務感、義務でやらないといけないっていう感覚になっちゃって、あのそうしないとダメだっていう感覚になっちゃって、そうプレッシャーになっちゃったのね。配信自体は好き、楽しい、だからここまで ついてたけど、毎日やらないといけない、一回何でしたっけ、私何でしたっけ、声じゃない、なんか顔かじゃない、なんか分かんない、覚えてないけど、一回顔出しじゃなかった、こんな感じで配信してなんか出して会話してたけど、それ切られてダメだったので、とかそういうのもね、ルールとかそういうのあったから、そうなの、のと、その義務感が出てくると、毎日っていうワードね、全然私ね、皆さんご存知の通りめちゃめちゃ喋りますし、昨日も3時間半、まあ、ずっと喋ってたわけじゃないけどね、それもあるかだから私は全然楽しんでるけど、毎日っていうのはやっぱ大変な部分もあったし、もあって祭りね、のとシンプルに本当にそういう夢見ます。配信できなくなっちゃった、切られちゃった、切られちゃったとか、そういうのもあったから、
シンプルにさっきも言ったその毎日配信して、あずきが応援してくださって、あ、私は毎日進んでるっていう感覚があったけど、実際進んなんだろうね、もっといろいろ磨いた方がなんだろう、進んでないわけじゃないけど安心しちゃった自分、安心しちゃいけないのに、その状況、自分の状況安心しちゃいけないのにっていうのもあって、そうだね、いろいろそういうの気づいて、あ、自分の時間欲しいと思って毎日アイドル卒業しました。何年前だろう、3、4、5、6年前結構前だ。客観的に自分を見れるのはマチェの強みなんじゃない？うん、遅いけどね。マチェの努力が、いや、そうでもないよ、そんな全然足りない。ああ、そういうのもあって、だから安心しちゃ、あ、そう、安心しちゃおうって話でまた脱線しちゃった。そう、だから舞台、去年舞台出て安心してたけど、やっぱね、でもね、正直今のタイミングちょっと本当にいい意味でも悪い意味でも結構の勇気が必要。グループを抜けて今グループにいないし、グループにいないのにこんな冒険してもいいのっていう、やっぱ舞台出たらちょっと安定じゃないですか、ステージがあるの、あると安定だけど、今の自分安定のステージを一旦お休みして、一旦ね、一旦だけ、そんなこれからも舞台出ませんだから言ってないよ、一旦お休みして、もしかしたら今年はほんの一本だけかもしれないけど、うん、一旦お休みにして、でもさ、それもそのさっき言ったその関な、あの舞台出続けた方がいいって言ってくださった方に言われたのは、やっぱ自分今の事務所の強みね、舞台じゃないですか、イルミナーさ舞台作ってる事務所、こんないい環境、これ以上いい環境ないよって言われて、まあ、自分も分かってる、自分の事務所の強みはもう強み、本当に自分もお芝居やりたくて、やりたいと思って、それもね、この事務所に入りたいと思った一つ大きな理由の中の一つでね、なのに今急に舞台お休みとか言っててさこんなね、いい環境、一番ね、事務所の超強みを使わないのはあのね、結構の勇気のと、あのね、今グループを卒業したのか、うん、舞台とかステージに行ってることも一回一回のステージもっと大事になってくるのに、舞台少しお休みはどうだろうなって自分も思いますが、ちょっとだけの間冒険したいかも。ちょっとだけの間冒険したいので、それを見守ってほしい。
見守ってほしいです。いろいろ難しいけど、後悔のようにしてほしい、うん、でもなんか冒険は難しいけど、今の私ならできるような気がしてきた最近。見守るし応援します。嬉しい、そう言ってくださって嬉しい。何しててもまちゃにのこと好きですし、好きなこととしてください。うーん、ありがとうございます。そうだね、でもあずきがいるのはやっぱ心強いっていうかね、冒険って言っても やっぱ厚木たちの力がないと私冒険できないから、と卒業して改めて感じました。待って、今何時？結構喋っちゃった。もう本当にもう前決めたのね、卒業してもさ12時の配信終わりたいってずっと言ってたのに、もう2日かめの、だって1回目だけじゃん、ちゃんと12時くらい終わるのは1回目だけじゃん。あれから2回目、今回3回目、今日3回目、充電する、全然超えてるやん自分。本当に。はい。水、三日坊主。やだな、三日坊主と言われた。にゃん。そう、昨日4時まで起きてた。パンフレット頑張った。パンフレット頑張ったからみんなパンフレットもらいに来て。パンフレットもらいに来て。23日のね、23日のあれよ、イベントお待ちしてます。まっちゃちゃんの卒業寂しい、でもまっちゃちゃんの活動見守ってますよ。寂しい、私はもう寂しいという感覚がないんだ。もう次進む、次次次って感じです。自分今卒業したからこそできたことあったし、実際ね、実際あったし、卒業したからなんだろう、卒業してなかったらいただいてなかったお仕事だったり、それで自分の考え方も変わったのもある。うん、あ、フォローしました、愛してます。そうだね、卒業したからこそ0時過ぎで配信できる。はい、ランキング読みます。本当にランキング読みます。もう終わる終わる詐欺これからでね、もうずっとね、前はね終わる終わる詐欺あまりできないじゃん、そもそも物理的に。はい、もう終わります。はい、ランキング読みます、すいませんでした。はい、読みます読みます、本当に読みます。はい、いきます。13位からいきます。
13位はいつもさんです、12位は打ち上げさんです、お11位はヤピさんです、10位は早手さんです、9位はユージさんです、8位はフォーユーさんです、7位はカタさん、タカさんです、6位はグリーンウェルさんです、ありがとうございます、5位は奥地さんです、ありがとうございます、4位はシキタンです、日曜日の女神さん、そうっとね、もう月曜日になりました配信ありがとう、今日も一日頑張りました、そう今日一日頑張りました違う意味でなあとちょっとね、明日絶対終わらせるぜ、はい、続きまして3位はパンダマンさん、ありがとうございます、2位はフーさんです、ありがとうございます、最後1位はウーラーモンさんです、ありがとうございます、大好き、では皆さん遅くまでありがとうございました、本当に本当に遅くまでありがとうございました物理的の遅くまですいません、この時間まで付き合っていただいてありがとうございました、3月23日のイベントと5月2日から4日かなの舞台、ぜひどっちも見てください、明日3月23日の新しい追加の発表ありますって言ったんですけど、もしかしたらもうちょっと時間かかる可能性はなくはなさそうっていう連絡を今日来ました、です。ですです。他に宣伝？他の宣伝？まあ詳しいいろいろもろもろの情報はぜひマチャリのあれを X インスタグラム YouTube、 そう YouTube やってるんですよ。登録してね、みんな見てね、本当に。びっくりするくらい誰も見てない、誰もって言ったら失礼だけどあんまり見られてない、はい見てください、頑張って撮って編集してんで、はい以上かな、しばらくは他に何だろう、まあ以上です、はい、では皆さん、にゃんもありがとうございました、また明日配信するかもしれない、でも明日とある大事なものが、いや確定申告の話じゃないけど、今もう一個 お仕事の話ね、がそれちょっと時間取られちゃいそうで、まそんなことでまた配信します、明日か明後日配信します、皆さんおやすみなさい、ありがとうございました、おやすみ。